英専高校放送研究会ミニラジオ。皆さんこんにちは、みくりや楓役中島由紀です。霧の今主役鈴木亮太です。かっこいい。このラジオは毎週木曜24時より好評放送中のテレビアニメ、はい、オーパスカラーズを盛り上げるべく僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送です。はい、2週目ですね。5月もね、まだまだ先は長い。すごい、こんな分厚いラジオの台本見たことある？そうなんですよ僕らの先がすごい長いんですよ。あなた方は1日1日をね大事に、はい、していただければいいかなと思います。ゴールデンウィークもね、この5月8日の月曜日で多分終わって、なるほど、みんなね5月病発症しながらね、あーかわいそう、仕事頑張ってください。頑張ってください。休み明けと楓とマシュにちなんで、スケジュール管理についてというお題をいただいてます。スケジュール、はい、楓はですねスケジュール管理能力が壊滅的っていうキャラクターでマシュはどっちかというともう完璧主義で均衡法制。そうなんですよ、自分にも他人にも厳しいっていうね。どうですか、スケジュール管理とか。全然無理ですね全然無理なんだ。僕本当計画立てるの苦手で、だから本当に誰かに旅のしおりとか作ってもらいたいぐらい、はいはいはい、あったらその通りに、あ、そう合わせるのはできるけど、自分で考えるのは本当に無理っていうタイプです ね。俺超好き。いや、めっちゃうまそう、吉田さんこの1時間でここ行って、でここの超好きで、近道だからこっち先行ってみたいな。普段の仕事から、はい、まあ、声優さんのお仕事って1日に何本かね、何件か入ることがあるんですけど、うんうんうん、移動でこれぐらい、だいたいこうね、1時間2時間の収録だったら1時間ぐらいで終わるなとか、はい、ちょっと余裕を持ってスケジュール取ってくれてるじゃないですか。そうですね。だから負けるな、俺だったらいけるなみたいなので、うんうん、ここは負けるからここで移動して、ここであそこで何食べて、この30分ぐらいで、もう一回原稿読み直してとかっていうのをもう結構分刻みですごっ決めてる。マジっすか。そう、俺だってそれ読めなくて料理頼みすぎちゃって食べきれねえよこんなのみたいなありますもん。全然めちゃめちゃ重いやべ、思ってる時間ねえみたいな。あ、そうね。でもね、飲食店によってはね、提供の時間を見誤るタイミングとかもあるけど、まあそれはそうなんですけどね、まあ、でも決めるのねすごい好きなの。その旅行とか行く時も、はい、まさにしおりみたいなのを作って、うわありがてえ。これちょっと旅はよしきさんについてきてもらえると。またね、その事前リサーチとか、どう歩いていったらいいかとか、車だとどんぐらいかとかのも見るのも好きなのね。いやー、うん、面白ナビじゃん。もうナビなのよ30分でここから次の店行けるから、はい、結構余裕あるよね、自由行動できるよみたいなのも書いたりとか。うわー、めっちゃデータベースだ。するめちゃくちゃいいな。なんかプラモデルとか作るのもうまそう。あ、好き好き。本当は塗装とかまで凝りたいんだけど、そこまでなかなかいけてないんだけどね。すごい。だからまあどっちかというと完璧主義な方なのかもしれない。細かいかも。じゃあ真逆だ。真逆だね。逆とも逆真逆な我々すごいルーズそうな声してるんだろうね多分ね。でした。皆さん計画的にね、はい、計画的にやってくださいね。ご利用は計画的に、はい。ということで、テレビアニメオーパスカラーズは毎週木曜24時より東京 MX BS11 にて放送中。配信は DMMTV にて見放題独占配信です。それではまた明日。